特にね、今回事件に出てるのは2016年の6月6日ということなので、まだ強姦罪とか強制わいせつ罪の時代で、今のように不同意性交とか不同意性交等罪とか不同意わいせつ罪といってですね、まあ無理やりっていうことじゃなくて、吉本興業の弁護士を使えない、使わないっていうのは、これは使えないんですね。したがって吉本興業の弁護士を松本人志が使うとですね、これは利益相反といって、お互いどっちの見方したらいいかわからないってなるので、松本人志は吉本興業とつながっていない弁護士を連れてこなきゃいけない。いわゆる今松本人志は週刊文春、まあ会社名で言うと文藝春秋社って言うんですけども、文藝春秋社に対して訴えようとしてるんですが、それよりも早く吉本興業とも和解してね、もうここで和解して吉本興業が松本人志さんを訴えれないようにした方がいいです。ここはで、そうするためにはもう松本人志さんはもう YouTube 出て、もう YouTube で喋るのがまず一番ですって。特にね、今回事件に出てるのは2016年の6月6日ということなので、まだ強姦罪とか強制わいせつ罪の時代で、今のように不同意性交とか不同意性交等罪とか不同意わいせつ罪といってですね、まあ無理やりっていうことじゃなくて、相手が同意しないまで立証すればいいっていう程度ではなかったので、まあ警察沙汰にはならんということをですね、まあさすがにもこの後警察沙汰にはならんでしょうと。で、要は松本人志さんがやったことは一つ一つを見たら大したことはない。これはもちろん女性からすればおいおいおいって言うかもしれません。その通り、その通りですよ。ただそんなに警察にすぐに引っ張られて告訴されてっていう次元ではないという意味で、大したことないと理解ください。もちろん民事的な損害賠償の請求は僕はできるんじゃないかなと思ってます。本人は同意してないんだから。もちろん時効っていうのもありますけどね。まあいずれにしてもですね、何が出てきたかっていうと、やはり数多くの女性とそういうことをした、いわゆる不倫ですよね。で、テレビに出ている有名人は不倫でもやっぱり報道されてしまいます。で、これが事実あるいは、まあ、真実あるいは真実相当性が認められると、文春が勝ってしまうということなんですけども、まあ、ちょっと答え、今日のですね、まあ、今日というか僕が予想した通りですね、まあ、今日の文春の記事を見てても分かりましたが、まず吉本興業と松本人志さんは思いっきり今喧嘩してます。これは、もう簡単に言えば松本人志さん制御不能なんですよね。会社の、まあ、所属タレントなのに松本人志さんの元マネージャーが会長したり社長してたり副社長してるので制御できないです。会社に相談してないんですよね。で、吉本関係者から文春に垂れ込んでる人が出てるわけですね、この記事の中見てると。でですね、もうこの後どうなっていくかっていうと、僕がまあ1週間ぐらい前に言った通りですね、松本人志さんは弁護士決まってないと思います。で、吉本興業の弁護士を使えない、使わないっていうのは、これは使えないんですね。これからの戦略を考えると、普通はこの週刊誌からですね、タレントが誹謗中傷、いわゆる名誉毀損された場合は所属事務所が変わって文春に訴える弁護士を手配したりすることになるんですが、この後ですね、吉本興業が松本人志個人を訴えようとしている動きがあるので、いわゆるここ提訴ですね。いわゆる吉本興業はめちゃくちゃ迷惑かかってるわけです。迷惑料を、おそらく、まあ迷惑料っていうのがないんですが、いわゆる、まあ、損害賠償金を請求しなきゃいけない立場に今なっていて、提訴の準備をしているっていうことですね。したがって吉本興業の弁護士を松本人志が使うとですね、これはまあ利益相反といって、お互いどっちの見方したらいいかわからないってなるので、松本人志は吉本興業とつながっていない弁護士を連れてこなきゃいけない。いわゆる今松本人志は週刊文春、まあ会社名で言うと文藝春秋社って言うんですけども、文藝春秋社に対して訴えようとしてるんですが、吉本興業は松本人志を訴えようとしてるので、吉本興業は松本人志に弁護士を紹介できないっていうことなんですね。で、吉本興業が松本人志に何を訴えるんかって言ったら、もうそれはスポンサーです。特に CM です。ただのスポットの CM だとね、CM というか、ただ松本人志が出演している番組にコマーシャルだけ出している企業っていうのは、言っても大した額の損害は出ません。AC に差し替えると企業が負担しなければいけないと言われてます。もちろんいくらか、間に入っている電通とかテレビ局は割引をしているかもしれませんが、
そのスポットシーウェブとか提供ですよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でって、あそこについては大した損害出ないんですよ。問題は松本人志さんが CM をやってるやつですね。ちょっとざっくり調べたら、アマゾンとかリクルートとかアサヒビール、アサヒ飲料かなと、ビットフライヤーとかと、ソフトバンクなんかもあるようですけども、この CM というのは、テレビというのは、松本人志さんの収入源というのは、テレビに出るための、まあ出た時の、いわゆる出演料ですね。これよりも一番大きなこう CM 料なんですよ。ある会社の看板になるわけですから、松本さんクラスだと一社で年間1億とかっていう契約になるんですね。億単位になります。まあ、どんなに低くても数千万円になるんですね。そうすると松本人志さんと、まあ、正確に言う吉本興業と CM を松本さんで作ってる企業がですね、これが CM 契約っていうのをやるわけですね。そこには違約金っていうのがあるんですよ。松本人志はまあ吉本興業、まあ、いわゆる松本人志の原因によって、彼が例えば急に選挙に出るとかね、犯罪をするとかの理由でCM ができなくなった場合には、スポンサーは違約金の請求して、ま、あの、吉本興業はこのスポンサーで、こっちですね、CM スポンサーにお金を払わなきゃいけないっていうことになるわけです。で、今回の場合は、松本人志さんは事実無根だと言ってて、それを信用した吉本興業も事実無根だと言ってるんですが、もうここまで情報が出てくるとですね、事実無根ではないですよね。対抗言論といってね、あのこのように週刊文春が記事を書けるようにですよ、あの松本人志さんはいくらでも記者会見開けるわけでしょ。あるいは自分のツイッターとか YouTube で対抗できるんですよ。これね、言われっぱなしで黙ってるということは認めたに等しいんですよ。刑事事件は黙ってる方が有利です。でも民事の場合は喋らなきゃいけないんですよ。この違いがわからない人多いんですけど、刑事の裁判は黙ってた方が有利です。黙秘権っていうのがありますから、民事の場合は黙秘権がないです。そもそも別に喋りたくないと喋らなくていい、あなたにとって不利になるだけだから。だからそこら辺もよく多くの人ちゃんと分かってるわけですよ、解説してるから。だから黙ってる松本人志はこれ刑事では責任取られないでしょう、警察沙汰にはならんでしょう、もうここまで来たら。ところが民事的な責任を取らなきゃいけない可能性があるから、早く YouTube で喋るなり記者会見したらいいと勧めてるんだけども、もう3週間も経ってますよね。3週間近く経って、もうこれ第3弾が出たわけですから、喋らない、弁明しない。で、どっかでなんかね、病気でもしてるのかなと思ったら、ツイッターはできたわけですよね。もうツイッターの更新は1週間以上止まってるようですけども、まあ、こうなってくると、吉本興業も被害者なんですよ。だって、松本人志が勝手に、松本さんが勝手にフジテレビに、ワイドナショーに出ますとか、事実無根ですって言ってる以上は、吉本興業としてはそう発表せざるを得ないわけですね。でもここまで文春法がバンバン打たれてしまうとですね、これはもう松本さんをかばってられないってなって、損害賠償が出る、あのいわゆる損害が発生するわけですよ。でそれについては、あの松本さんが本当のことを吉本興業に言ってたのならば、それは吉本興業側にもその一緒に戦おうってなるんでしょうけど、ここ嘘ついてるから、とすると吉本興業は松本人志さんを訴えないと。これあのこの裁判で、ね、松本人志さん訴えたからって勝てるかどうかは非常に厳しいかもしれません。吉本興業が勝てる可能性って低いと思いますが、これ訴えないともう一蓮托生、これ仲間だと思われてしまうんですね。で仲間だと思われてしまうと吉本興業自体の株も下がるし、あのタレントも、まあ、いわゆるタレントが使えなくなってくるので、いくらテレビ局が株主だと言ってもですね、とにかく今ここを切るしかないんですよ、この関係ね。いくら松本人志さんが今まで偉そうにね、後輩芸人や会社の社長とかをね、顎で使ってきたとはいえ、まあこれはね、まあ一家もったかさんもここら辺が繋がってるんじゃないかみたいな、あの、吉本の松本義理だっていう話もおっしゃっている、もったかさんがおっしゃってますけども、まああながちそうでもないかもしれません。仕掛けたかどうかは多分仕掛けてはないでしょうけど、もうさすがに松本鬱陶しいなっていうのは年末思ったと思いますね、吉本興業は。だから未だに松本人志さんは弁護士見つかってないでしょ。見つかったとしても会見も何も弁明してないっていうこと時点で、まあ、今回は文春の取材に対して吉本興業は返事してません。何、まあ何が言いたかったかっていうと、松本人志さんはこれから
吉本興業に訴えられる可能性が出てきたっていうことで、まあ、相当あの可能性も出てきたし、多分文春訴えることできないと思いますよ。そもそもあの松本さんは裁判すると言ってるけども一回も裁判してないんだから、テレビのコメンテーターは裁判をすると言ってるだけで裁判すらやってないんだから、裁判の結果を見なきゃ分かりませんなんていうのを自体もおかしいんですよ。これもう松本人志さんは裁判できません。もう多分9割方できません。今度訴えたところでもうどん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 ボロが出てくるだけでやっても意味ないです。それよりも早く吉本興業ともう和解してね、もうここで和解して吉本興業が松本人志さんを訴えれないようにした方がいいです。ここはで、そうするためにはもう松本人志さんはもう YouTube 出て、もう YouTube で喋るのがまず一番ですって。もうね、あのあなたはそこまで悪くないですよ。そう、悪くないから、自分は悪くないと思っているから反論したいんでしょ。でも吉本興業や CM スポンサーが許してくれないんでしょ。それはテレビの世界にいるからです。あの志らくさんのようにね、誰にも嫌われないというか、なんかおじいちゃんおばあちゃんが認めるような人、昔のそのおじいちゃんおばあちゃんたちはそもそも婚前交渉とかね、初夜っていう言葉を知らないし、今の若い子、結婚する前にエッチすることはダメなんですよ。僕も初めて言って、僕も一回しか結婚しないんですが、結婚したのは僕が童貞、奥さん処女ですよ。それで結婚してるんですよ。エッチしたからその後結婚しなきゃいけないと思って結婚してるんです。初夜っていうのは結婚した日の夜、その結婚式を挙げた日の夜のことを初夜って言うんです。それまでは結婚するまでエッチしないっていう日本人の考えなんです。おじいちゃんおばあちゃんってそういう感覚なんですよ、まだ。だからもう不倫なんかする人、テレビ見る人っておじいちゃんおばあちゃんじゃないですか。だってそんなの CM も飛ばせないし、でスキップ機能もなければ一時停止機能もないし、好きな時間に見れないわけでしょ。とすると松本人志さんはそういうテレビのおじいちゃんおばあちゃんに嫌われちゃいけないところで戦ってるんですよ。でも彼の才能、もう志らくさんもいいこと言ってましたよ。芸人としてやっぱ一流です。僕もまっちゃんおもろいと思いますもん。でも遊びは三流、あの上沼恵子さんおっしゃってましたけどね、三流以下言ってましたけど、そりゃそうでしょう。芸人ってそもそもそういうもんだもん。とすると松本人志さんはテレビというね、こういうスポンサーからお金をもらうんじゃなくて、 YouTube とか、まあ、Netflix とかそういう一部の人が応援してくれるところ、選挙もそうですけどね、もうこれからは嫌う人はどうでもいい、見るなりいいんですよ、かかってくるな、自分のことが好きな人に支持されればいいんですよ。だから松本さんはもう YouTube に出てね、今までやってきたことをむしろ武勇伝で語るべきです。そして被害を訴えている女性に対してはちゃんと向き合って、まあ、弁護士を間に入れたらいいでしょう。その不満を聞いて謝罪をして、場合によっちゃお金で解決すれば、女性たちはごめんなさいって言えばそれで納得してくれますよ、この程度であればね。だからそういう形で、ここはぜひね、松本人志さんに男を見せてほしいんですよ。あなたがやってきたことは正直に話してもあなたのファンは離れません。少なくとも僕も今あなたのファンです。これだけ文書にやられて中途半端だから謝れないんでしょ。明らかな犯罪をしてたらそれはもうごめんなさいでしょうけど、いや女の子たちは満足してたぜっていうのは今日の記事を見ても誤解するようにしてますよね、あの後輩芸人たちは。でそれがいいかどうか分かりませんが、あの多くの人はそういうね、いろんな女性、奥さんがいるのにいろんな女性とエッチするのは女性は気持ち悪いと思うんですよ。で男性は嫉妬で嫌いなんです。でもそんな松本さん好きな人もいるから、ぜひね YouTube で、しっかりとこの記事に対して弁明をして、できれば記者会見を開いて、そしてこれからはね、もうテレビを捨ててインターネットの世界に来てくれれば、まあ、来ればですね、全然松本さんこれからも楽しい人生、これまでと違って、もう YouTube で俺と一致したい女はもういつでも連絡くれってやったら、それはそれで潔くていいんですよ。まあそういう女性が嫌いだから、あのファンと一致の嫌だから、まあ、こういうことになったのかもしれません。あなたの性癖ちょっとそういう意味じゃかわいそうなんですが、ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、うんうん
いのお客の方、多分メインのお客さんの方、もっと一発自信を、お客の方がもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てをバック NHK をでっかー。